まあ、ドームツアーのタイトルがエコーズ・オブ・デュアリティで、まあ、ツアーがスタートする直前にですね、3代目のニューアルバム、エコーズ・オブ・デュアリティもリリースになりますので、アルバムのタイトルとドームツアーのタイトルが、まあ、同じということで、二面性をテーマに、アルバムだったりとか、ドームツアーも、作っていきます。そうですね、今までドームツアーとかもたくさんやってきたんですけども、まあ、そこにはレイザーフラッグってタイトルがあったりとか、あとはジェイス・ビランドとかいろんなテーマを持ちながらやってはいたんですけども、そのオリジナルアルバムを出すのが、およそ6年ぶりになって、もうアルバム自体で二面性をまずしっかり表現してるんですよね。だいたいアルバムリリースするときもこうタイトルは決まってるんだけど、全曲にそのテーマ性が含んでるかって言ったら、今までまあそうではなかった部分があったりしたんですけども、今回のアルバムに対しては本当にこう二面性のペタル&ソーンというのをこう大テーマに持って、まあハードめの曲とちょっと柔らかい曲っていう、2つを用いたアルバムを制作したの で、それを踏まえてのドームツアーなので、こう一番わかりやすくこう二面性、そしてストーリー性をドームツアーの本当に頭からケツまでしっかりこう物語として、表現できるっていうところが、今までのツアーではそうですね、やりたかったんだけどこうやれてなかった部分とかもあったりもして、なんかそれをでも今回のアルバム、まあ、オリジナルアルバム新曲10曲をこう作れたことによって、しっかりとしたストーリー性を持たせたドームツアーができるっていう感じですかね。はい、そうですね、打ち合わせもたくさんしてきましたし、で少し前にセットリストも大枠を決めて、じゃこの曲に対してはどんな演奏しようかとか、どんなパフォーマンスをしようかっていうのを今こうみんなで話してる段階であって、まあ、でもセットリストが大枠できたことで、すごくそれぞれメンバーもそれぞれのイメージを持ってアイデアも出し合って、やっとこう形が見えてきたというか、はい、セットを駆使して、どんなエンターテインメントを表現していこうかっていうところで、今ディティール細かいところを詰めてる段階ですかね。はい、そうですね、パフォーマーがもうすでにリハがスタートしていまして、まあ、ボーカルはまずアルバムを制作するのに、まあ、新曲10曲作るっていうところはかなり の労力が必要だったりもするんですけども、今そこの新曲10曲に対してパフォーマーがいろんなこう振りを作ったりとか、振り入れをしたり、してる最中なので、そろそろボーカルもね、バンドリハが始まりますので、そうなれば音作りとか、そういう話をバンドメンバーとしっかり共有して相談して、そしてリハーサルをやって詰めて本番に臨むっていう感じですかね。はい、ワクワクすることですか。まずセットがやばいんですよ。世界規模を超えたぐらいなインパクトのあるセットで、まあ、本当いろんなセットでやらせてもらって、でかなりすごい規模感でやってきたんですけど、なんかその時のワクワクをさらに超えるような、セットに今回はなっているので、まずそこが、そうですね、お客さんが会場入った時にはかなり驚くんじゃないかなっていうのはありますね。やばいです。お客さんとの距離が一番今までやってきたドームツアーの中では近いっていうところがありますので、ここでも二面性を表現してます。言ってましたね、神話って直人さんね。最初はちょっとふざけて言ってるんだろうなとは思ったんですが、意外と合ってるかもしれないですね。はい、そのストーリーとかを考えると、はい、神話になるようなライブにします。まず新曲10曲は、必ずやりますし、で、あとその中には、まあ、今まで自分たちが培ってきた、まあ、定番の曲とかも
しっかりやって、なんかそれぞれメンバーをフォーカスしたような演出とか映像とかも作っていけたらいいなっていうふうに思っていますので、そういう意味ではなんかこうセットリスト全体を見た時にこうポイントがたくさんあるので、すごく見やすいセットリストにはなるのかなと思っております。ということで、そうですね、15周年もね、迎えるというところもありますし、まあ、今回ドームツアーエコーズオブデュアリティという、しっかりねテーマを持って二面性を表現して、ストーリー仕立てでお届けしたいなと思ってるんですけども、14年15年自分たちがやっていく中で、やっぱり自分たちは常にグループとしてもそうですし、それぞれ個人としてもそうですけども、やっぱりずっと挑戦してきているので、生き様というか、まあ、自分の言うとあれなんですけど、まあ、生き様だったりとか、あとは今回のツアーに対してもアルバム面でもやっぱり楽曲に対しての挑戦もしていたりとかもしますし、まあ、ライブという場所は自分たちにとって本当に一番こう大切にしている場所なので、その中で常に挑戦している3代目をまたぜひ見てほしいなというふうに思っております。はい。